同桂一体の経営とは道徳を基盤にした企業経営こそが安定的で調和の取れた経済発展を実現させる企業の究極の目的を人づくりとする経営です。この音声講義は2020年2月に刊行された経一体経営言論の内容を解説すす。る講義です解説をいたします MBI 講師の久保山です。今日も共に、 学びましょう722ページにはねこれは同じようにあの18試略が出てくるんですねご覧ください黄色のところをねちょっと見ていただければよくわかると思うんですけどねここ722ページの最初のここの部分ですね最初のここの部分最初のところだけ読んでみましょうかこんなふうに書いて「蝶の監視引託をして信用を納めしむ」。 皇帝曰く、持って、剣士を作らんか、持って、保証をな、ね、作らんか。ちっとも意味わからないでしょ、これ。わかりませんよね。だから、724ページをね、ちょっと先に見てみませんか。ね。724ページ、先ほどのね、略が書いてあるんですよ。ね。朝の党首っていう、蝶、あの、朝の党首って書いてありますね。朝の党首監視。ね。 部下のインタク要はね監視という人が部下のインタクという人を読んでねこう言ったって言うんですよ。ね、インタクにね「信用」。信用っていうのはあまあ,あなんて言うんですかあのその村とか土地とかね、えー、その市とか県とかそういうことですよ。納めているところをね。そこをね納めなさいと「信用を納めなさい」と言ったと。だからインタクがね監視に尋ねたとね。上司に尋ねたと。 信用を納めるにはまず徴税税をは税を取るべきでしょうかそれともね減税をして人民の福利を図るべきでしょうかと尋ねたというんですよでそれに対して上司の漢氏はね徴税つまり税金を取ってねいわゆる君主である自分の身を肥やすっていうことは考えなくていいぞと、ね、まず人民を愛せよとそちらが大事だと思うぞって言うからだからこう、ね、インタクは何をしたかって。 実際よりもまあ、簡単に言うとね減税を行ったんでですねでそれをその成果結果その成果っていうのはね人民もいろいろねたったんでしょうねその成果を見て、ね、監氏は自分の世継ぎである武術っていうの分かりますかねこれちょっと話が分かりますイン,インタクトねインタクじゃないですよ今度はね自分の子供武術という子供に対してこう言ったって言うんですよ。 の国つまりね我が国大乱が起こってね蝶が困難に陥った時には必ず神様に立てこもれとやがて漢詩が死んだとそして武術が後を継いで上司というこれもだから上司っていうのはこの武術のことですよねちょっとなんかこの辺りねさらっと行きましょうね頭の中でイメージがね湧きやすいようにさっといきますよね要は漢詩の息子が武,武術で上司っていうのは武術が名前を変えたね そういう名前を書いたね、えー、要は漢詩の子供がね、武術から上司という名前を名乗っていた、そういう時に、知事の当主、知博は、これね、ちょっとね、面白いんで、前のページちょっと戻りますね。画面見てください。画面ね。ここにね、こう書いてあるんですよね。 こ真の国の陸慶というね、陸慶っていうのは 6, 6人、ここにね、書いてある。6人、重心重心重心っていうかね、重心ね。いわゆる重心がいたんですね。要は力を持った人間がいたわけですよ。それがね、ここにも書いてあるように、藩士、中高士、知士、長士、官士、義士というこの6人なわけですよね。6人なわけですよ。で、この中でも知士という人がね、 非常に力が強かったったて言うんです、ね、そこでちょっと724ページに戻りましょうね。でその時にねさっきの話に元に戻りますよ。でこの千博という人はねその知師いわゆる何々氏っていうやつですよね。えー、山本氏田中氏っていう氏ですよ。要は一族ですね。知一族の当主その千博というのがいたと。ね その地箔が領土の割譲よお前んところの土地をねちょっと俺にやらんかって少しやらんかっていうことを漢士と義士に要求したっていうんですね漢士っていうのは人ですよ義士っていうのも人ですよね義という人漢という人に要求したとでこのね要求に屈して漢士と師、ね、漢,漢さんと義さんはね漢さんと義さんは割情要はしぶしぶしょうがないよと 反論反抗したらこうね滅ぼされるかもしれないかよ。からと言って応じたと。しかし同じことをね、長さんにも、蝶ね、蝶にも求めたけれども、蝶の当主である上司、つまりね、これどうですかさっき言ったほら、菅氏の子供ですよ。視氏、漢、ね、の監氏の息子は拒否するんです、それを。知るかって。なんでそんなせないかんか、みたいなね。 なので、この千博は漢と義の軍隊をも使って、この息子を攻めるんですね。長常領主はね、ね長超氏って言って,言って,言って,言ってその息子ですよ、これは。息子はね、漢氏の息子はね、信用に逃げ込んで、お父さんが言ったように、そこにね、立てこもったと。しかし、 それを見たね、千、えー、官義の三家がね、水攻めを行う、えー、水攻めを行うんですよ、ねえ。しかしなんですよ、ここでね、724ページはここですね、真ん中、ここり、領民は上司を裏切らなかったと領、ここ、ここポイントですね、ここね、ここポイントですよね。 ちょっとこれ色つけときましょうね。領民は上司を裏切らなかったこれです。ねここが要は因果律ですよね。あのこの同経一体に出てきた因果律どういうことでしょう。インタクがお世話をね人民に対してしたそしてそういうふうにしなさいと言ったのが監視だったその監視がね人を大事にせよというふうなことをインタクに伝えてそのインタクが 行ったことによって監視がつまりその息子がね助けられたわけですねでなんとねなんとその間その間にこの上司息子はね漢と手を結んでねこの理白を地白を滅ぼしたとねえこ,ここでここで面白いですね地白を滅ぼしてそして カと義ギサン、カんサン、ギサン、チョともに領土を分け合ったというんですね。さて、このねお話の後にねこう書いてありますよね。終わりから3行目、今日の企業経営者が従業員を大切にすれば従業員は恩義を感じるでしょうと。とだからその相応の良い結果を得ることはできるでしょうねと。としかしと、 武田信玄のね話もあるようにと大切にする目的が。 実はね、自分自身の称賛とか、いやー、社長素晴らしいですね、社員さん大切にしてますね、とかね、社員からね、感謝の声をね、もらえるだろうなというような自己満足を、これ、厳しいですね、測るため、あるいは、自分と自分の子孫の繁栄とか安全を図るためというような、不純な要素を含んでいることが多いから、実は企業が永続することはないのだと。 ね、たとえその行為が純粋に従業員のためであったとしても形上ですよその程度の道徳は普通の道徳に過ぎずいずれは滅亡を免れないつまり形だけではなく本当にね心からというねそしてその心というのがその真ん中に書いてますけどねその精神に人身の開発と救済というね自分はたとえどういうね社長であろうともとすがんなと。 お前たちすまんとこんな社長ですまんというふうに思いながらもね、人身の開発と救済、そして、こんなことにね、こんなね、私が社長にさせていただく、もしくはこんなふうに会社がね、素晴らしい社員がね、育ってくれた。これもね、本当に先代や先代たち、先輩たち、先達たちのおかげだと。 これに報いようというような法恩の精神がなかったら必ず衰退していくそして衰退していくことは免れないというふうに書いてあるわけですよねこれじっくり進むとね本当にわかりやすいですねあのどうでしょうねもうじっくり進みましょうねもうどうぞあの時間がね <laughs> 何かの方とか 関心のない方はどうぞテキストをお聞きいただいてね外れていただいて構いませんいっちゃいましょう725ページの終わりからですね、えー、最後の段落ここですねここですねこれ広池竹郎がそれをしてこう言ってますよそ,その前のねその前のここここ見てくださいここ真の人づくりと 恩人に対する法恩こそが最高度の道徳なんですとつまり最高その前のところにね書いてありますよねその程度の道徳は普通の道徳に過ぎずいずれは滅亡を免れないつまりね武田信玄のように一見ね民に愛されな陸ね何立憲ね六6人の重鎮のようにね 形上ねいいことを振る舞っていても実はその精神に人を作るとか保恩するとかいうようなことがないからそれは普通の道徳なんだと真の人づくりと法恩人に対する報恩というようなレベルが最高度の道徳なんだとその精神を身につけながら経営ができる社長を目指せと書いてあるわけですよね難しいですよ 難しいからもう生涯これ取り組まないと到達できないと思います。そして広池竹郎が言ってるんですね、最後に。今日の俗人たちがいかに、ね、俗人たちとかいう言葉は覚えなくていいですよね。いかにとね、いかに国のために努力していても、尽力していても、ある政党や会社のために努力していても、経済や産業のために尽力しておっても、 教育や事前のために尽力しておっても財産を作って交際やね株券を買い入れても不動産を買い入れていても家族になっても子どもの教育に注意をしていても家訓をね家訓や家訓を作っていてもそれは皆万世不休に子孫を保護する永久の力にはならないんだとえ、ね、ならないんだと先ほども言うようにね 永久に子孫の続く方法は各自に成人の開示されたるところの自然の法則たる最高道徳を実行するほかありませんで今回はヒントがありましたよね最高度の道徳というのは経営者の最高度の道徳というのは本当に心の底から縁ある社員さんたちの人心人心ですよ人の身じゃないですよ人の心の開発と救済そしてこれまで 自分というものを育てていただいた人に対する法音、伝統法音ですよね。伝統の傾聴という言葉がありますよね。国の伝統、家の伝統、精神の伝統、純伝統、そういったことの傾聴、軽い思いが分かるようになってね、できるようになったら最高度の道徳だと、ね、伝える私が言いながらね、できてない自分に気が付いておりますけれども、難しいことですね。 そして最後にねもうドキッとするような言葉ですよねこれはね雨天の下駄となるなかれ不審の足場となるなかれね暗夜の提灯となるなかれこれ何でしょうねまあこれはね本当にね私も大反省ですよ雨が降ってる時に下駄を吐いたらね,ね足が濡れなくて助かるな不審の足場 家を建てたりするときに足場があると助かるな。暗夜の提灯暗い夜に提灯あると助かるな。しかし晴れると下駄は必要ない。家ができると足場は取り外される。明るくなれば提灯は必要とな,なるな、ね、必要ではなくなると。一時的に形の上で役に立つようなね。 そういう人間では、そういう社長ではなく、そういう会社ではなく、永続的に客や、ね、お客様や、地域のね、方々や、社会にとって必要な会社になりましょうということでございました。苦しいですね。もう読むのも苦しいですね。しかしね、まずは知ることだと思います。 今日は以上で終わります。またお会いしましょう。